100勝をね達成したいなと、うん、結構ね大幅な補強をしてるんで、100勝を達成できるんじゃないかというオーダーで、戦ってきたんで、どうにかね残り18試合の中で、13勝できないかなというところで、今日もやっていきましょう。まあ、メンバーは強いから、まあ、小畑以外はなんとか、そうそうそう、こうやってチャンスメイクできるから、ちょっと小畑がな、ちょっと小畑が群を抜いて能力低いから、これは、ちょっと小畑にも申し訳ないけど、小畑だけ能力低すぎるんよな。フォアボールも選べないもんな。まあ、ここはストライクからボールになるフォークで、ちょっと論外だな。ちょっと論外だな。そんなスクイズとかさせないよ、別に。打ってほしいと思ってるから、スクイズなんかさせないよ、また。絶好調か、怖えな。オーケー、小畑。打てないのに、それじゃダメだよ。打てねえやつがそんなプレイしちゃダメだよ。帰れ。打てねえやつがそんなプレイして許されるわけねえだろ。大畑、こっちこっち。おばた、お疲れ。こっちこっち。まあ、ピチューの組み立て変わってきますね。じゃあ一体どんな心境なんですかね。これはね、もう本当に。しかも、もうリアルでもなんか見ました、今日ニュースで。新人からの5年の、新人から5年目までで、打った安打数が1位っていうね。まあでも1位誰なんだと思って見たら長野っていうね。ここ最近の記録でした。ここ最近の記録ではあったけど、入団してからね5年以内で、じゃあ5年以内じゃないわ、5年間で一番ねヒットを打った選手ということで、近本が記録更新したからな。そんな近本が打ってくれるのはいいわ。ちょっと怪我したらどうすんだよてめえ。おい、攻めた結果を飛ばせないぞ。おい、ふざけんなよ、読売てめえ。おい、どうやら大丈夫のようです。危ねえな、再開できるということで。ふざけんなよな、こっちったら日本シリーズ日本一かかってんのよ。優勝したとはいえな、シーズン100勝目指すためにベストメンバー戦ってんだからさ、当ててくんじゃねえよ。攻めた結果ってやつか、最近流行りの。ふざけるなよな。ナイスナイス。サードランナーがホームに帰ってきました。ナイスナイス。大山、きっちりと。まあ最低限最高の仕事。ジャイアンツ、ナイスナイス。一塁のピンチ。フォアボール。ピンチ。で和田くんか。でなんかしてきてんな。まあ変えなくていいかな。お、いいじゃん。和田くんいいんじゃないこれ。初球から打っていいんじゃない。はーい。素晴らしい。これはでかいよ。この1点はかなりでかい。ナイスナイス。ヤギこの回までいくか。100球超えてないしな。あー、変えるか。ヤギもういいところやん。絶好調生えたら怖いからな。ベスト尽くそう。ナイスナイスナイス。ここを抑えるのでかいよ。直樹もいける、直樹も。うわ、ストライクか。ストライクか。アウトコースいっぱいかな。うん、アウトコースいっぱいということにしとこう。エスコバーのアウトローは打てんだろう。今のはちょっと甘かったけどな。OK。いい試合、いい試合。しかもなんか意外とテンポもいいわ。おもろいゲームではなかったけど、まあまあまあ、ようやっとる。ようやってます。頑張れ、阪神タイガース。はい。素晴らしい。素晴らしい。東條は3回3分2を投げて、東條が3イニングを投げたの。なんちゅう采配してんのコンピューターは。いいね、大山28号、照明19号、近藤7号。いいね。
何より大山と照明が出てるのがいいな。あ、地下2安打。あ、地下はでも3割3分5厘じゃん。あ、コンちゃん3割、コンちゃん。コンちゃんやりすぎだわ。3割5分1厘か、コンちゃん。すごいなと思って、パッて左に目向けたら、5打数5安打。5打数5安打3二塁打。4打点、4得点。コンちゃん。コンちゃんで勝ってるやん。頑張れ、阪神タイガース。3立てや。則本、あ、則本は6回に失点か。誰が打たれたんだよ。じゃ誰がプラス4点取られたの。なあ、そっちだろう。あ、島田くんダメか。あ、コンちゃんはいいな。梅ちゃん、ギボちゃんは、まあ、それはそうだって感じか。あ、あ、石井厳しく打たれたか。まあ、そうだよな。まあまあ、消化試合でね、消化試合だからつって上げた2人だけど、まあ、さすがにな。もう消化試合になったんで、2カード目はね、結果だけ見ようかなと思います。頑張れ、阪神タイガース。おい、まさし。まさしはそんな悪くないな。なんでこの野手陣でそんな負けんの。ねえ。やる気あるか。なあ。行こう。頑張れ、阪神タイガース。阪神タイガース。弱えって。モルキ6回投げて5失点。5失点の方じゃないだろ、どっちかって言ったら。ハマチ失点、まあ、やばい、石井とか無理だよな。そうだよな。ちょ、ごめんなさい。ちょ、100勝かかってるの、ちょっと真面目にやるわ。消化試合とか言って、石井とか、ちょっと、あげたけど、もう無理だ。もう引いてられない。その笑ってられねえわ。ちゃんとガチでいかないと。覚醒小山しようじゃ。すまんないし、救えなかった。で、まあ、キリシキはでもなんだかんだ抑えてんだよな。うん、キリシキはなんだかんだ抑えてるから、まあいいわ。なんでこのオーダーで打ち負けてるなあ。1番近本、2番近藤、3番森友哉、4番大山、5番サンタナ、6番照明、7番哲人、8番中野。負けるなよ。100勝して当たり前だろ。あの時の大栄より強えぞ。なあ。頼むよ。俺が見ないとダメなんか。そうそうそう、それでいいんよ。当たり前だろ。そうそう、押せ押せ。それ前しやれよ。大山、おめでとう。大山、あっちまに行くんやね、30号まで。見たかったも見れたわ。近本3安打。コンちゃん3安打。森友2安打。大山4安打。2ホーマー。サンタ2安打。いいね。照明持って、鉄と、西純也いいね。西純也まさかの2割3分4厘。素晴らしい。小畑より打ってるわ。わ、最先のごめんな。最先のバカ頑張ってるやん。完璧だし。ありがとう。プロ野球歴代シーズン90勝球団一覧。2017年ソフトバンク以来らしい。日本プロ野球でシーズン100勝を記録したチームはありません。え？やらないと、阪神タイガース。まあ、残り12試合で10勝厳しいだろうな、でも。このメンバーやったら100勝しねえと。恥ずかしいだろう。ってなわけで、まあ今日に関しては、まあ繰り返しになるけど、最初は勝ち越したけど、2カードは負け越しと。っていうところで、うん。ってな感じです。で、次回はね、まあ、ちょっと変則的だけど、まあ、ヤクルトを監督プレイして、
で2日までかな、10月2日まで、まあヤクルトだけ監督プレーで、28から2日まではね、結果だけ見る形でやれればなと思います。うん、そんな感じでやれればと思います。はい、なんとかねこっちの阪神タイガースも、長いことやってきましたけど、まあ自治会ぐらいでは、シーズン終了で、その次の回でね、クライマックスシリーズ日本シリーズと戦っていって、まあ、ようやくね阪神タイガースペナントにもね、終止符を打てるかなということで、まあまあ良かったかなと思います。はい。